どうも高井です。依存させて性的関係迫る精神科の話。この本にあまりにも生々しい情報が載っているので、それを踏まえてそれを朗読しながら話していきますね。やばいお医者さんが患者さんに向けたメールの内容を話していきます。僕はさすがに男としては見れないでしょ。そう、じゃあ治療とは別に口説いたら嬉しい。僕なんか悪いことばっかだし、エロで変態だしさ。じゃあ俺も聞いていい？エッチなことでもいい？エロで変態だから。まずとりあえず、まるまるちゃんはエロい？エッチは好き？こんな話をしてるとしたくならない？キスしたいな。じゃあさ、一度少しだけ会ってみる？再婚ならドン引き？さあどうだろう、秘密ですよ。いいじゃん、秘密の必要だよ。何でも知りたがるのも少女なんだよ。元気になったら飲ませてくれ。あ、またもてあそばれたって言われるか。たまにはセクシーな格好で見せてくれたら俺も喜ぶのにね。俺とできないでしょ、エロいこと。じゃあ次の診察の時に怪しい OL 風で来てよ。俺とメールしてるのは秘密にしとけよ。みんなに秘密にしといてくれ。メールも消しといてよ。なんか読まれて誤解されそうな変態メールとかさ。結婚してとは言ってない、しないとも言ってない。俺はエロい気分になりそうだから、それがどうしてもこだわって気になるならメールはやめとくよ。俺ね、あんまり自分のことを聞かれると嫌になるんだよ。根本から間違ってる。それなら主治医は引き受けない。治療をやめたことは守秘義務の対象にはなりませんよ。だいたいなぜ隠す必要があるの？お姉ちゃんに話すんでしょ。俺のとこで治療をやめた人はことごとく悪くなってみんな入院してる。生活保護になる人も多い。これが最後、よく考えてください。明日は調教だよ。そんな高飛車だと明日泣かす。エッチのメールをもうしないよ。最初から言わないって言ってたじゃん。それやっぱりしてしつこく聞いてくるのは誰だよ。約束全然守れないじゃん。それで逆言いしてわめいてる。メールおしまいにする。死ね。今までのメール消せよ。ないとメールやめるぞ。メール消せばしてやるが、消さなければおしまいだな。キモいから消さないなら、じゃずっとメール取っとくとか嫌だ。だから消せって言ってんのに消さないからだよ。消した証拠はないな。お待たせ、大好きな丸丸。メール消した？わかった。そのセリフ忘れんな。お前の迷惑メール分類するから二度と読まない。お前さ、朝俺が本気で怒ってたのわからないの？まずメールを消す。消した？あとやったがやらないみたいなものをしっかり消した。これが驚いたことに本当に起きた。やばいお医者さんが女性の患者さんに差し出してメールみたいなんですね。生々しい、あまりにも生々しい。この人たちの手口5つあります。1つ目、どんどん抗精神薬を強くしていき、心身ともに不安定な状況を患者さんに作り出す。2、特別タイプであると匂わせて個人的な連絡先を渡す。3、メールや診察を通して性的アプローチをかける。4、家族を悪者にして対立を起こさせ、患者が自分に依存するように仕向ける。5、時には怒って患者を強く責めて、その後に謝り、時には弱音吐くなど弱い一面をわざと見せる。めちゃめちゃやばいよね。実はこういうやばいお医者さんってのは裏で結構やばいことまたやってるんですよ。診察料どうやって詐欺るかって、騙し取るか。一度も診察したことのない患者家族を診察したように装っていた。一度も診察したことのない従業員家族を診察したように装い、従業員に投薬していた。一度も診察したことのない従業員家族を診察したように装い、家族に投薬していた。その一つのことでやばいことやっているお医者さんっていうのは他でもやばいことやっているよってことがこの本に書いてあるので、あまりにも生々しい不正と、あなた自身もこれからもし患者さんとして精神科のお医者さんに関わるときは、ぜひともこの本を読んでみていただきたい。そしたら一流なのかそれとも三流なのかっていうのを見分けがつきやすいよね。
この子に書いてある通りにもう一回やり直したいって書いてあるんですよ。それの意味はこの本を読んで、あ、なるほどねって分かったのね。本当の一流の精神科のお医者さんっていうのは、患者さんが完全に立ち直る時っていうのは、なんで私こんな病気のことで悩んでたんだろう、お金払ったことがバカバカしいって思っちゃう。それが一番の出口なんですよね。ぜひとも精神科にかかる前にこの本を読んでいただきたいです。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。